どうも、翔平です、今見ていただいているのは私のラップトップの、画面なんですけれども、パソコン版のね、マインクラフトを、始めてみようかなと思います。以前はね、ちょっと友達のがマルチ始めたってことで私もやってたんですけど、 Xbox360 版にね、慣れすぎてしまってですね、あとパソコンのゲームってすっごい苦手なんですよ。私このキーボードで操作するのは全然できないので、もう嫌になっちゃってやめちゃったんですけども、今回は、ね、キースティックっていう、こちらのソフトを導入して Xbox360 のコントローラーを使って、できる限り頑張ってみようかなという魂胆でございます。ということでね、私のパソコンでも一応動くと、普通に動くということが前分かったので、一応ですね、スペックは、コアの i7 が入ってて、ビデオカードがなんだっけな、750ってやつが入ってるノートパソコンなんですけども、普通にまあ動きそうなので、それでやっていきたいと思います。ゲームモードはサバイバルで、オプションはこんなんでいいのかな。まあオプションはね、いいんじゃないの。じゃあとりあえずやっていきますね。これ全画面表示にできないのかな。早く作って。あ、作った。ちょっと待って、オプションがあったはずだよね。でなんかね、音がなくなっちゃったの。なんで、なんでか知らないけど、ちょっと待ってね、ここちょっとカットしますね。さあ、ちゅうことでですね、戻ってまいりました。いうことでですね、今快適にプレイできるんですよ、これ。いやー、いいですね、これね。Xbox360 のコントローラー使って、さらに今パソコンをね、HDMI でつないで、テレビにね、接続してできるようにしてるんですよ。テレビの画面見ながらやってますということで、Xbox360 版をやってるのとほとんど変わらない状態ですね。で、ただちょっとクラフトがね、こうやって、私クラフト全然覚えてないので、クラフティングテーブルを作るとかそういうのはわかりますが、他のものがね、全然わからないので、よいしょ。あとなんだっけ？何作んなきゃいけないんだっけ？棒？棒10本ぐらいしとく？これぐらい。よし。あとでね、ウィキを見ながら作っていこうかなという感じでございます。ここはね、ちょっとマウス使わないとできないんですけれども、これでどうすんだっけ？これか。うん。それで、作業台置いて、まず、こんな感じだっけ？あ、これがあれなのね。もう全然、ここからやんなきゃダメですね、私。よいしょ。木のつるはし、OK。ってことでですよ、インベントリー開いて装備するのもちょっと面倒だ、俺からしたら。よし。じゃあまた慣れていくためにね、ぼちぼちやっていきたいと思いますけど、よいしょ。木を手に入れるの実績、あ、こういう風になってるの忘れてたよ、全然。ずいぶん前にやってたんでね、お友達とする気は。今のところ、まあ普通に快適にプレイはできてますが、このコントローラーの設定がね、すっごいめんどくさかったんで、よし。とりあえず石も欲しいよね。オッケー。寝床確保しないと、とりあえず。まずいまずい。じゃあとりあえず木カットして、木切ってですね、石をちょっと手に入れますんで、よいしょ。パソコン版やったことないよっていう人はね、ぜひまあ、いろんな人の動画で見てるとは思いますけれども、うん。いろんなね、Xbox 版とか PS3 版ではまだできない要素がたくさんありますんで、それを駆使してね、やっていきたいと思います。ちゅうことでですね、ちょっとここら辺操作が違う。あれ？違うな。違う。ん？どれで変えるんだ、これ。あれを。これで変えなきゃいけないのか。OK。了解。はい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 。じゃあちょっとこれで、まだ操作にね、全然慣れないので、すいません。グダグダですけど。ちょっと石削って、よいしょ。石削ってですよ。まず、夜に備えて、ついついね、Xbox 版の癖を発揮してしまうんですよね。
まずこれで、これで石の斧ね。はいはいはい、石の斧でしょ。石の斧2つぐらい作っとく。よいしょ。これ武器にもなるんだよね一応。で剣はどうすんだっけ。剣はこれがスプーン、スプーンじゃねえや、シャベルで、これが石のクワね。あ、クワじゃねえや。剣ってどうすんだ。まあいいや、わからないのでパス。よし、剣の作り方すらわからないというね。よし、ちょっとここからカットしますんで、あ、ちょっと羊ちゃん飼ってベッドを作成しますか。羊ちゃんいたよね、どっかに。いたいたいた。いいね、スポーン位置の近くにいると楽でいいですな。3匹もいますね。はい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 。毛起こして、毛。毛くれないとさ、ちょっと夜がしんどいんですよ。ちょっと、そこの方、もう、はいはい。今、あ、もう手に入ったね。よし。じゃあ、あと食料ですね。マルチプレイでね、いろんな人に参加してもらって、いろんなものを作ってもらうっていうのもいいんですけど、私、マルチプレイのサーバーの立て方もよくわからないので。はいはい、ちょっと、なんで羊ちゃんしかいないんだろう。それはちょっと残念でんな。ちょっと、牛とかいないの、牛とか。あそこになんか、うわぁ、なんだあれ。あの、キノコみたいな山。よし。あんな地形ないぞ。Xbox 360。山岳バイオームってやつか？で、羊ちゃんしかいないの、なんで？俺、食料がないともう生きていけないんですけど。あ、いた、豚ちゃん。あ、いた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 。このやろ、このやろ。豚が一匹だけ。食料がまずいな、このままでは。結構、思ってたよりぬるぬる動くな。全然違和感なく、テレビ見ながらでも全然できますね。ふむ。じゃあ、そうね。うわぁ、あんなとこに羊がいっぱい。この白い花は何だろう？俺、プレイした時あったかな、こんなの。まあいいや。なんでこんな羊がいっぱいいんの？こんなんいるっけ。なんか牛とか、牛が欲しいんだけどな、とりあえず。羊ちゃんもラム肉とか落とすようになるんですかね。うん、あれは石炭ではないのか。そっか、スポーン位置を全然マーキングも何もしてないの俺。なんか面白くて夢中になっちゃって。よいしょ、この野郎。ほんと羊ちゃんいっぱいいますね。まあいいんですけど、それはそれで。食料はもうちょっと欲しかったけどな。もうちょっとってか、さっきの豚ちゃん落としたな、食料。ほんとに OK。 あ、肉落としてるね。ここ削ったんだよね。じゃあもうちょっと削って大きくしましょうか。ちょっとカット。またダラダラでやっていきますよ。で、石がね、確かかまどがこうじゃなかったっけ。そうだよね。 OKOKOK。 かまど、チェストはまだいいや。はい、 OK。 かまども設置、かまどの中に木ぶっ込んでちょっとあれにしましょう。よいしょ。はい。で、あとベッドはどうやって作るの。ベッド、初めてのマインクラフトって感じですよ、ほんと。よいしょ。これがね、 Xbox 版みたいにできるモッドが確かあったと思うんですよね。こんな感じだっけ。違うな、こうか。あれ、ちょっと違うみたい。調べろ。お、できたできたできた。オッケーオッケー。はい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 。すいませんすいません、こんな感じでやってきますんで。こんな感じでやってきますんで。よいしょ。で、あと、
ドア、あ、ドアできた。ラッキー。運が良かったようだ。よし、じゃあここにドア設置して。オッケー。6個できたと思う。よし。で、これとこれだよね。照明を置きます。よいしょよいしょ。いや楽でいいなこれ。でもちょっとここら辺明るくしてこないともうクリーパーに速攻瞬殺されちゃいそう。意外とね、家の頭上とかにね、あのたむろってるあの怖いお兄さん方が出てくるんで、 夜はね。ここら辺にも置いといて。よし、もうちょっと作っとく。あ、もう木がないのって話。よし、あれ、じゃあこの周りだけきれいにして。よいしょ。この白い花何使うんですかね。よし、知らないわ。 OK。 なんか嫌な音がしたよ今。怖いお兄さん来る前に寝ましょう。 もう、よし、ふぅ。さて、一夜明けまして、早速木炭と、よいしょ、原木はいらない。あ、原木、うん、まあいいか。多く入れといて、豚肉で調理しておきましょう。オッケー。よし、どこに家を建てようか。ここら辺整地してもここにいきなり作業小屋建てちゃいましょうか。それが早そう。それが早そうだよね。よし、あ、びっくりした、びっくりした。こんな音しなかったぞ。なんだ今の音。あ、なんか木をカットした音だったみたいな。木をカットする音にビビる。初めての体験ですねこれ。こんななんか変な音したっけな。ブニンブニンって言って、アストロのヘッドセットはいけないのか。ちょっと木を一生懸命切りますんで、ここしばらくカット。ああ、なくなっちゃった。さーて、戻ってまいりました。家の改築をもうちょっとやってみましょう。よし、まあ仮住まいですけどね、綺麗にねしておいて、あとでまあどっかに移動しますけど。よいしょ。あら、いやーでもこれだと Xbox みたいに動けるんでいいですね。ちょっとまだボタンの設定をねやってないとこがあるんで、あ、これでシフトできるんだ。 OKOK。 じゃあそれだったらそれでいいや。高所の作業のね、すり足とかができないと不便なので、それをどうしようかなと思ってたんですけど、もうなんか設定されてるみたいですね。よしよし、 OK。 よいしょよいしょ。あら、OK。OK。 ちゅうことでですね、一応お家の改築が改築っつってもろくなことしてないけど、とりあえず落ち着きましたんで、ですよ、あとは何をするのだっけ。鉄が手に入ったんですよ。鉄ね、鉄をやっていくっていうのと、ここにね、農林業をちょっとすぐやっちゃおうかなと。あと紙がね必要になるんで、そのサトウキビ畑っていうか、ちょっとサトウキビを植えられるスペースを確保して、海岸線をちょっと整えてっていう感じですかね。よし、あれ、操作に慣れるのが時間がかかりそうだ意外と。 OK。 この
この隅っこだけ変えよう。原木を準備。てかこれももう植えちゃおうぜっていう話ね。はい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 、そのまま家にするっていうのもありかもね、これね上に屋根つけてね。まあまあいいや、とりあえず放っておきます。で、あとは海岸線をちょっと整えて、とりあえず当面の食料を確保するために、麦畑の設置と、あ、そっか、これ直さないとボタン配置よいしょ。 OK、 ほらーっと、これ連打しないと水から這い上がれないというね。あれ粘土かな、これ。これ粘土、あ、粘土かこれ。うーん、溺れる、やばいやばい、溺れるこれスペースキーの配置が間違ってる。ああ、ちょっと水、水中作業はとりあえず当分お預けですね。これコントローラーを、ね、あの連打しないと水面に浮上できないっていうあの仕様になってるため、よいしょ、ちょっと粘土を取るのは後にします。 OK。 でこの砂を入れ替えちゃってガラスを作成する材料にしましょう、これ。もう、よいしょ。さて、こうなってくるとですよ、今ちょっと広くしたんですけど、今度家の屋根がなんか豆腐なので非常に気になりますね。それを直していくか、どうするか。今、ここがこんな感じになっちゃってるんですけど、豆腐はあんまり好きじゃないんですよね。なんか、あららら。じゃあね、どうしようかな。普通の屋根にしちゃうと面白くないから、横になってる感じにする？ふぅ。シフトキー押しっぱなしにしてる。あ、こっちか。あら。さて、ちょっとね、ここを埋め立てたのと、ね、ちょっと、うん、浜辺になってたんで、ちょっと埋め立てたのと、屋根をね、つけてみたんですけど、中途半端だったかなぁ。まあ、作業小屋としては十分ですけれども、上にね、あそこで採取した砂でガラス作って、天窓をちょっとつけました。ということで少し家らしくなりましたけど、もうちょっと形よくできたと思いますね、これまあいいんじゃないかなっていう。最初はこんな感じで、でまず当面木が必要なんでね、ちょっと木のね、採掘場を作っていこう。採掘場ってなんていうのかな、伐採場を作ろうかなっていう感じなんですけれども、ここのラインでいいかな。まだね、あの必要な鉱石が全然集まってないので、必要な鉱石っていうか、なんていうの、うん、石炭が必要ですね、とりあえず。すごいな、これ全部粘土じゃないの、これ。うわ、粘土だ。ちょっとこれ塞ごうか、とりあえず。ます、今ね、水辺の作業は非常にしづらい状態なんですよね。コントローラーの問題があって。今私がこれ置いてるところ、丸石が置いてるところが一応植えるところを保護するところですね。別にこんなにいらないんですけど、わかりやすくね。まあ適当に植えててもいいんですけど、あの、いつもまあこんな感じでやってます。せっかくパソコン版なんだね、新しいフューチャー、パソコン版にしかないものをうまく使ってね、やっていきたいなと思いますけれども、ちょっと腹がやばい。石炭が足りてないよ、全然。
もうこれで、あ、そこそこそこ、まずだよ。その前に1,2,3,4,5,6,7,8,9 だっけ、もう覚えてないや、もう。もういいや、9で。8でもいいんじゃないかなと思う。7あればね、とりあえずあの多くはできないと思う。あー、やっちゃった。ちょっとね、屋根を作ってきますんで、巨大な多くはいらないので、1,2,3,4。ちょっとやばいな、モンスター出てくるな、これ。ちょっと、今作業するべきじゃなかったか。まだね、トーチの数が足りてないと思うんですよね、全然。さあ、置いてきまーす。あっぶねえ、殺されるとこだった。なんてことしやがるんだ、やっぱり夜間の作業危険すぎる。撤退、撤退します、撤退。あー、びっくりした。よいしょ。クワはどうやって作るの？ちょっとおじさん知らない、わかんないですね。これか、あったクワ、よし。いざ農業だって。あとはね、水を作るためにこんな感じでできるのかな。お、あれトロッコ、これあ、あとね、ここに作ったんですよ。サトウキビ畑。紙が必要になるんだね、あとだと。今はね、ちょっと手動で刈り取るシステムになっちゃってますけど。よいしょ。まだ全部植えてないんでね、これを全部植えましてですよ。よし。まあ、回収はそんな大変じゃないんだよね、今のところ。紙が作る分だけあればいいかなって思って。で、ここに簡易システムを設けました。やっと見つけた、牛さんたち。しかもなんかめっちゃ一箇所に5匹6匹と固まってらっしゃいます。みんなついてきて。ちょっと羊はいらないんだけどさ、羊くんはいいやもん。はいはい、こさよなら。はい、皆さんついてきてください。皆さん、こっち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 よ、こっち。はい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 、そこの子、そこの子。ダメか、この子は。この子は諦めたらしい。てか家からめっちゃ遠いんですよね、ここ。まあ2匹返せばいいので。牛はね、あの本を作るのに絶対必要なので、来てくれないと困るんですよね。最低2匹はどんどん行方不明になっていく。はい、来て。はい、来て。コントローラーがそんな連打できないから。よし、はい、ついてきて。夜になる前に帰らないと思う。ちょっと遠出してるからさ、早く。はいはいはい、いい子いい子。はい、みんないい子ね。ちょっと牛だっつうの、お前だよ、お前が来なきゃいけないんだよ。ついてこなくなったな、ほら。はい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 、いい子ね。はい、そこの君が重要なのよ。はいはいはい、おいで。はい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 、はい、オッケー。はいよ、はいよ、オッケー。ふう、長い戦いだった。よし、とりあえずそれでほっとこう。